台風19号で浸水被害を受けた長野市の小学校が今日から近くの小学校の教室を借りて授業を再開しました。避難所から次々とバスに乗り込む長野市の長沼小学校の児童たち。千曲川の堤防決壊現場に近い長沼小学校は床上 1.7 メートルほどまで浸水しました。自衛隊などが現在も土砂の撤去や消毒作業を続けています。このため今日から近くの小学校の教室を借りておよそ3週間ぶりに授業を再開させました。全校児童92人のうち今も30人ほどが避難所で生活しているということです。